破壊前後の石仏破壊後の石仏バーミアン渓谷の文化的景観と古代遺跡群はアフガニスタンの首都カーブルの北西 230km の山岳地帯に位置するバーミアン渓谷に設定されたユネスコの世界文化遺産。バーミアン渓谷は古代以来の都市であるバーミヤーンの街を中心とするヒンドゥーク州産がアク山中の渓谷地帯で 標高2500メートルほどの高地に位置する。古代から存続する都市バーミヤーンの近郊には、1世紀からバクトリアによって、石窟仏教寺院が開作され始めた。石窟の数は1000以上にも上り、グレコバクトリア様式の流れを汲む、仏教美術の優れた遺産である。5世紀から6世紀頃には高さ55メートルと38メートルの2体の、 大仏をはじめとする多くの巨大な仏像が彫られ、石窟内には、グプタ朝のインド美術やサーサーナサのペルシア美術の影響を受けた壁画が描かれた。バーミヤーンの仏教文化は、繁栄を極め、630年に、唐の仏像現場がこの地を訪れた時にも、依然として大仏は美しく装飾されて金色に、光り輝き、僧院には、数千人の僧が居住していたという。 19世紀以降、アフガニスタンが国際社会に組み込まれ、西洋人や日本人が山岳地帯の奥深くまで探検に訪れるようになると、バーミヤン遺跡は大仏を、はじめ多くの仏教美術が残されていたことからがぜん、注目を集めることとなった。20世紀には、多くの学術調査が実施されてその価値は高く、評価され、一躍アフガニスタンの誇る。 世界的な文化遺産とみなされるに至る。しかし、1979年のソビエト連邦のアフガニスタン侵攻以来アフガニスタンで続いてきたアフガン紛争によって大きな被害を受けた。2001年には当時のアフガニスタンを支配していたタリバーン政権の手により爆破され遺跡は壊滅的な被害を受けた。 紛争終結後の調査により、一連の混乱と破壊により、大仏のみならず、石窟の壁面に描かれた、仏教画のおよそ8割が失われたと報告されている。日本では当時ユネスコ神前大使だった、平山育夫はこれに抗議して危機に瀕する、文化財を文化難民として保護することを提案し、流出文化財保護日本委員会を創設した。2002年以来、 日本が181万ドルを拠出する仏願の修復事業をはじめ国際支援による修復が進められている。2015年6月15日には中国の研究チームが 3D での大仏の復元を行った。2021年8月、ターリバーンがアフガニスタン全土を再び制圧、バーミアンの古代遺跡も再びターリバーンの管理下に置かれた。 1979年のソビエト連邦によるアフガニスタン侵攻以後はアフガニスタンへの外国人の立ち入りは難しくなり外国の学術機関による調査及び保存事業は中断した。1980年代以降に発生した内戦においてバーミヤーン氏はハザーラ人勢力の拠点となり90年代には 内戦の激化に伴い遺跡の周囲にも多くの地雷が埋設されるなど状況は悪化し遺跡の破壊が有料されていた。バーミヤンはターリバーンによって1998年に占領された。ターリバーン政権がアフガニスタンの大部分を平定したことにより内戦の終結が期待されたが、その一方でターリバーンはイスラム教の戒律の下に パシュトゥン人の古い慣習を国民に強制し、人権侵害との非難を受け、アメリカ合衆国に対する国際テロの指導者と、みなされていたウサーマビン・ラーディンを庇護するなど、国際社会において孤立しつつあった。2001年2月26日に、ターリバーンは、イスラムの偶像崇拝禁止の規定に反しているとして、バーミヤンの大仏を破壊すると宣伝した。 この声明に対して、世界中の政府を呼び、国際機関に加え、諸外国のイスラム指導者たちからも批判が寄せられた。国際連合総会は、全会一致で破壊を中止する決議 A、レッスン、55、243を採択した。ターリバーンの交換だったアブドゥルサラムザイイフによると、中国、スリランカ、日本の代表団が破壊の中止を求めて訪れており、特に、 日本国政府は積極的かつ具体的で大仏の国外への移転や視認できないように隠すことを提案していたとされる。しかしターリバーンはこれら国際社会や他のイスラム世界からの批判を無視し3月2日に2体の大仏の破壊を始めた。破壊の様子が映像で撮影されており撮影者もしくは他の人物が アラーフワクバルと唱えている中で爆破される大仏の映像は世界中に配信された。2012年5月16日、ターリバーン政権完全懲悪省のカラムディン、元長官は単独で記者会見を行い、この破壊について、大仏破壊は正しい決断ではなかったと今だから言える。当時の政権幹部は望んでいなかったが、外国から来た兵士たちが政権より力を持っており、 彼らが決めたと述べた。ターリバーンの文化財保護に対する意識の欠如が強く、批判される一方で、内戦中に多くの合死者が出ていたアフガニスタンに対して、国際社会が無関心であったことを批判する者もいる。イランの映画監督であるモフセン・マフマルバフの作品、アフガニスタンの仏像は破壊されたのではない地獄の、あまり崩れ落ちたのだにおいてマフマルバフは、 100万人の滑車よりも一つの仏像の破壊が世界に注目されたことへの苛立ちを表明している。私はヘラートの街の外れで2万人もの男女や子供が上で死んでいくのを目の当たりにした。彼らはもはや歩く気力もなく皆が地面に倒れてただ死を待つだけだった。この大量死の原因はアフガニスタンの最近の干ばつである。同じ日に 国連の難民高等弁務官である日本人女性もこの2万人の元を訪れ世界は彼らのために手を尽くすと約束した3ヶ月後この女性がアフガニスタンでガシに直面している人々の数は100万人だというのを私は聞いたついに私は仏像は誰が破壊したのでもないという結論に達した仏像は 地獄のために崩れ落ちたのだ。アフガニスタンの虐げられた人々に対し、世界が、ここまで無関心であることを恥じ、自らの偉大さなど何の足しにもならないと知って、砕けたのだ。モフセン・マフマル・バフまたターリバーンが強硬な姿勢を、取った背景として、ムハンマド・オーマルなどターリバーンの指導者に対して、非後果にあったウサーマ・ビン・ラーディンの影響力が強まった。 ことが原因であるとも指摘されている。ドイツの調査チームが破壊後に、瓦礫から発掘した木片や藁などを放射性炭素、年代測定法を用いて分析したところ、大仏の築造年は507年プラスマイナス12年、西大仏は551年プラスマイナス15年で、あるとの結果が得られた。遺跡は、 バーミヤン渓谷の建造物群の名により、文化遺産に推薦されたが戦争のため保存事業が進まず、1983年に新延期が決定された。2001年末にアメリカのアフガニスタン侵攻をきっかけに、タリバーン政権が崩壊し、アフガニスタン内戦が一応の終結を見ると、遺跡の修復と保全に対して、世界的な支援の機運が高まった。 まず2002年春に日本政府が70万ドルを拠出してユネスコ日本信託基金を設立しユネスコと共同で修復と保存に乗り出し2003年には危機にさらされている世界遺産として世界遺産に登録されたこの世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された詳細は バーミヤン渓国の石仏と壁画は中央アジアにおけるガンダーラ仏教美術の傑作であること。シルクロードの仏教センターであったバーミヤン渓国の遺跡は美術的、建築的にガンダーラ文化を基礎としてインドとヘレニズム、ローマ、サーサーンアサイランの文化が融合し、さらに後世にはイスラムの影響が加わった文化が栄えたこと。中央アジアではすでに失われた。 仏教文化の遺跡であること。バーミヤン渓谷は仏教文化の繁栄した時代の様子を伝える優れた文化的景観を持つこと。バーミヤン渓谷は西方における仏教の記念碑的な存在であることである。ありがとうございます。